岩見川本駅は、島根県大地郡川本町大座、川本由美市593番地に、かつて存在した、西日本旅客鉄道3高線の駅である。三重線の廃止に伴い、2018年4月1日に、廃駅となった。相対式ホーム2面2線を持ち、交換設備を有する地上駅であった。構内東側に駅舎があり、下りホームへは、 ご津つ方の湖泉橋で連絡していた。下りホームの外側には、古線車両留置のための側線が数本付設されていた。廃止時は、浜田鉄道部が管理し、JR 西日本ヨナゴメンテックが、駅業務を受託する、業務委託駅であった。なお、7時20分から12時10分の間、当駅の係員は、三重線内の、 各無人駅の清掃に従事するため不在となっており、2004年7月10日をもって自動券売機の稼働を終了したため、係員不在時間帯には他の無人駅同様に降車駅で運賃を生産することになっていた。以前は土曜以外に夜間大白があった。1987年4月1日時点では平日夜間に交通駅当駅間を往復する列車があった。 廃止直前のダイヤでは、上りのみ当駅止まり、始発の列車があった。浜原方面から到着した列車が、ホームでの留置時間の後に改めて、ゴ津方面駅となっていた。当駅からゴ津駅まで列車交換可能な駅はなかった。2017年3月時点で、駅刑事時刻表に乗り場番号が記載されている。駅舎側が一番乗り場である。 東駅前のバス停は、三重線廃止後もそのまま存続しており、鉄道の廃止代替バスに路線などが発着することで、交通拠点としての機能を維持している。なお、三重線廃止後に、バス停の名称が、岩見川本に統一され、同線の廃止代替路線として、岩見交通の交通川本線及び山和観光の川本三里線の運行が始まった。 近年の1日平均乗車人員は以下の通りである。なお、1994年度は249人、1984年度は452人だった。ありがとうございます。